はようございます。おはようございます。森です。はい、森ちゃんです。今日はおなじみの湘南銀河大橋ゴルフ練習場にやってきてます。はい、はい、今日もちょっとレッスンをしていただきたくて、はい、来ちゃいました。ありがとうございます。はい、で早速なんですけど、ちょっと最近気になっコース行ってて気になってるのがあって、グリーン周りのアプローチ、はい、なんかこうちょっとフィーリングでやってるところがあって、いまいちなんかこう距離感が微妙なんですよ。ちょっと怖くてすごい手前でちょろんちょろんってやるのが多くて、はいはいはい、でその微妙な距離があるじゃないですか、はい、それを、はいはい、あのちょっとフィーリングとは言わずに今日は教えていただきたいなと思いまして、はいはいはい、はい、何かちょっとあのアドバイスというか、はい、こういうのがいいんじゃんっていうのがあったら教えていただきたいなと思います。わかりました、よろしくお願いします。まあアプローチグリーン周りってことですよね。30ヤード以下、あ、そうですね、はい、30ヤード、はい、30ヤード以下以下ってことですよね。はい、うんうんうん、まあ大体30ヤードかそれ以上になるとわりかし触れる方多いけど、それより下の、感覚じゃなくて1個の基準として3つぐらいの振り幅で打ってもらえればいいかなと思います。あ、振り幅。はい、振り幅で、まあ、本当はフィーリングというか感覚がやっぱり大事なものであるんで養ってもらいたいんですけど、まあ、なかなか練習いけない方もいらっしゃると思うんで、3つ振り幅覚えてもらって、で1つが、このクラブヘッドが膝から膝、膝から膝、大体多分これで5ヤードぐらい、サンドウェッジで、サンドウェッジで、うんうん、膝から膝巻いて、膝から膝、正面から撮ってもらった方がいい気がする。いいですか。いや大丈夫、膝から膝、これはね、これはできる。これしかできない。そこ、それ以上飛ばすとなる、飛ばすっていうか寄せる、それ以上の距離を寄せるとなると、はい、あのフィーリングって言われてるとこじゃん、なんかみんなフィーリングだって言うけど、はいはいはい、もう大オーバーしちゃったりして、はいはいはい、結局怖くてそのぐらいの距離だって、はい、そうだからピンがもっと奥にあると結構怖っていう感じになっちゃう。なるほど。で10ヤードから20ヤードぐらいの間って感じですかね。そうだね、そうだね、そう、30ヤードってさすがにそこではない、そんな奥なピンはそうなかなかないと思うんで、そう、その次、そう、2つ目の振り幅が膝から腰、手元が腰、膝から腰、だいたいこれで本当10から20ぐらいの間、なるほど、ね、いきます。10、15とかそのぐらいかな、膝から腰。ああ、そうそう。それで膝から腰、そう、ああそう、だいたい15ヤードぐらい使ってるサンドウェッジで打ってもらえばと大体15ヤードぐらいになる。うんうんうん、膝から腰の振り幅で打ってもらえると、そのフィーリングというよりその微妙な距離がある程度打てるようになってくるかなっていう感じ。あ、なるほどね。引くのは膝でいいんだ。膝でフォローを、そう、ちょっと大きめの腰。うん、そう、それがそう、もうちょっとフロートになると、はいはいはい、どっちもどんどん大きくなっていくから、まあ、よく言いますよね、こう、そう、時計の文字盤出て7時から5時とか8時から4時とか均等な振り幅。そうだよね、腰から腰だともっと飛んじゃうもんね。そう、腰から腰だと大体30ヤードぐらいいっちゃうんで、でそれよりも小さいのってなると、また均等な振り幅でいくと5ヤードとかになっちゃうじゃない、その間を取ってあげる。なるほどね。そう、これ多分腰から腰が、まあ、この流れでいくと森ちゃんは30ヤードぐらい、30ヤード、そうです、そうです、そうです、腰から腰だと大体30ヤード。おお、こう綺麗にこう分かれてるの見えるかな。見える、見える。後ですげと大体綺麗に打ち明けることはできる。この3つさえあればある程度はグリーン周りまとまってくるかな。
って感じ。うん、これ、まあ、振り幅でやってるじゃん、はい、まあ、いわゆるあの上級者というか、まあ、はい、アプローチって本来フィーリングになってくると思うんだけど、うん、はい、フィーリングはどうやって培っていくんですか。フィーリング、もう練習ですか。練習、まあ、練習っすよ、それは練習ですよね。それは練習ですよね。そう、練習。あとはそのどうやって培うか。そう、あ、5ヤードと15ヤードの間のだと多分10ヤードぐらい。はい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 。あそこは振り幅だとちょっと解決しなそうじゃないですか。はいはいはい。で、私がよく言うその微妙な5ヤードとか、なんかそのショットで言う3ヤードとアプローチの3ヤードとか5ヤードとかって結構大きさ違うじゃないですか。はいはいはい。そういうのの合わせ方は、あの、そこを見て素振りしてもらって、落とす場所、落としたい場所を見て見ながらこうやって素振りしてもらって、うんうんうん、その振り幅で打つと大体その辺に落ちるんですよね。うん、え、10ヤードだと振り幅で説明してもらいたい。いや、振り幅無理じゃないですか。はいはいはい。多分ほんともっと細かい振り幅になっちゃうんですよね。はい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 。え、でも振り幅的には膝から腰ぐらいで、はい、はい、ちょっとそこ見ながら素振りでいいってこと。ちょっとフェース開くとか、ちょっとボール左に置いてもらうとボールが上がりやすくなるんで、その分だけ距離が落ちるとか、うん、っていう感じで合わせてもらってもいいかなって。あー、なるほど。膝から腰で15だから、それよりちょっと弱めたいから開いたりとか、そう、うん、ちょっとボール左が、まあ、右に置けばこうランがでロフトが立つから転がっちゃうじゃないですか。で、逆に左側に置いてロフトが寝た状態で当たるようにしてあげると、その分だけボールが上がるんで、多少距離は落ちてくれるっていう感じ、うんうんうん、だから振り幅1個基準それ作ってあげて、ボールの置く位置とかで調整してあげると。それいいですね。それは分かりやすい。いい感じ。ちょっとやってみてください。ちょっとやってみてよ。ちょっと左側に置いて腰からっていうか、落とす場所があるんですか。止めるの、あそこに止めた方がいい。止めた方がいいですよね。でも手前に落ちたのは分かってる。そう、もう転がってっちゃうね、どうしても、ね、そう転がってっちゃう、うん、そう止まんないけど、でもちょっと左側に置いて、あ、ちょっと手前にちょっとキャリーして、ね、そう弱くなる。左側に置いて同じ膝から腰って感じ、うん。いいね、そんな感じの合わせ方でやってもらえるといいかなって。そうなんですよね、あの練習量がないんですよ。今年2023年はゴルフも頑張ろうと思ったんですけど、はいはい、その練習量はそんな変わんないなと思って。できるだけちょっともう理論的にちょっといくんで、効率よく。で、これ覚えておいてください。はい。こんな感じで、まあ、グリーン周りの微妙な距離のアプローチ編、そうフィーリングじゃなくて、まあ、ちょっとこう振り幅で、はい、あのコントロールしてみようっていうレッスン動画でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。森水菜です。動画ご視聴ありがとうございました。ゴルフのお悩みや、まあ、こんなゴルフレッスン動画が見たいなどありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。